石屋聖菓、石屋聖菓、石屋聖菓は札幌市西区に本社のある聖菓メーカー、企業、日本チョコレートココア協会会員。北海道を代表するメーカー、白い恋人をはじめとする北海道限定品を販売しているほか、関連会社の運営によるテーマパーク、白い恋人パークには日本国内外から観光客が訪れている。 北海道コンサドーレ札幌のオフィシャルトップパートナー、スポンサーになっており、サポーターにも広く認知されている。白い恋人パークに隣接して、事務所や練習場、宮の沢白い恋人サッカー場がある。2017年、平成29年には、銀座の銀座6に北海道外初出店となり、主力商品を取り扱わず差別化した店舗、石屋銀座がオープンした。 北海道メーカーとしてのブランド力は商品自体の魅力に加えて確固とした販路戦略があり観光や出張で北海道を訪れた人が旅の思い出として買っていくそうして自分が住む土地に戻って家庭や職場などで白い恋人を食べながら北海道に行ってきたよと思い出を共有している北海道土産のファーストチョイスとして同商品が選ばれていることを大事にしていきたい としている。そのため、北海道外での販路は、全国各地で模様している、物産展や通信販売に限定している。石屋製菓の前身は、澱粉加工工場として開業した会社であり、当初は、ドロップ、駄菓し、生菓子を中心に製造していた。1959年、昭和34年に、現在の会社を設立後、1971年、 昭和46年にクッキー、シェルターを発売すると、1976年、昭和51年にホワイトチョコレートを2枚のクッキーで、サンドしたラングド社、白い恋人が誕生した。2007年、平成19年に、白い恋人の賞味期限の延長、改ざんなどの不祥事が発覚し、百貨店や土産店が、石屋製菓の全商品を撤去するなどの対応に追われ、 北海道知事が不快感を表明するなど、北海道内外に大きな影響を与えた。一連の事件は、1996年、平成8年頃から、白い恋人に複数の賞味期限を設定して、延長、改ざんしていた行為に加え、ミルキーロッキーからは、大腸菌、バウムクーヘンからは、ティーロブドウ球菌を検出していた。 札幌市保健所が事実関係を確認した後、石水君社長が記者会見して不正が発覚した。工場への立ち入り検査後に自主的な生産休止を無期限休業に変更すると、影響の大きさから、北洋銀行と三井住友銀行が10億円の臨時融資を発表して、石水君社長は辞任し、島田俊平が社長に就任した。ところが、 新たに、未冬や、コーティングチョコレート、オレンジコンフィ、ナルコパイ、マイスタークッキーでも、賞味期限の延長、改ざんが発覚すると、北海道庁は、農林物資の規格化等に関する法律、ジャス法に基づいて、行政処分を行った。また、札幌市保健所は、食品衛生法違反で、アイスクリーム類の廃棄命令と、札幌市食品衛生法士工場違反による指導を、 行った。その後、森永製菓から品質管理責任者を招聘して強制には改善計画などを提出し、札幌市保健所による立ち入り検査によって問題なしと判断されると安全宣言をして生産・販売を再開した。北海道へのプロサッカーチーム誘致活動において、石清水君が主要人物の一人であったことなどから、コンサドーレ札幌、 現在の北海道コンサドーレ札幌のオフィシャルパートナーとなって地位を支援している。2000年、平成12年には、石屋チョコレートファクトリー、現在の白い恋人パーク隣に、天然芝の屋外グラウンド、宮の沢白い恋人サッカー場を造成しており、練習場やユースチームの試合会場として使用している。2014年、平成26年には、 札幌ドームにあったクラブ事務所が移転した、オフィシャルショップ、カンスベース、コンサベースがある。事業所、シ屋ショップシ屋キャフキャンディラビシア銀座、白い恋人、美冬などの CM は、北海道うちの民放テレビ5局で、各局ローカル番組やスポット CM などで流れている。ほか、北海道発の全国ネットで、シ屋聖火が提供している、単発番組に多く流れてい また、道内民放ラジオ4曲、AMFM でもスポット CM を放送している。かつては、CM の最後に、白い恋人と流れるのが定番であったほか、上空から撮影した、という2を CM やポスターにしたこともあった。なお、提供読みは、長年、白い恋人、でおなじみの石屋製菓であったが、2008年、平成20年8月1日からは、 白い恋人、でおなみのシ屋、2017年、平成29年4月以降は、幸せを作るお菓子、シ屋に変更している。創業70周年時の提供クレジットでは、通常のシ屋マークの横に、70イヤーズの文字を貸していた。北海道放送、HBC 札幌テレビ放送、STV 北海道テレビ放送、HTV 北海道文化放送、 UHB テレビ北海道 TVHFM 北海道 a i r ー、注釈、出典。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。